の挑戦で成功するか。そうそうそう。最初の挑戦、せちゃん。自信ある？ないです。ない。1回で成功したら才能はある。腕の回線がバッチリだ。おお、かっけえ。破壊しました。ユー選手とかがやってるのが、こういう器具を使った方がこう曲がってるので肘でくねってやりやすいんですね。くねくねしやすいと。左手でこう持ってきて、左手で一本ですよ。こう持ってきて肘でこうくねって、こうなる。これね、痒くなるよ子供。痒くなります。ここにこれを持った方が。はい、角度がついて、こう肘の回線がしやすくなる。回線の練習をする。これですよね。そうですね。それをもっとこう体を柔らかく、こうそうそうそう、回線をこう、肘の回線が覚えられる。僕たちもこういうのを取って子供たちと練習してる。いいですね。そういう流れでここに置いたボールとかを、これをそれで打って、これで打つ、打ってますよ、打ってますよ。もっとテイクバックも大きくとって、小さくじゃない。うん。これそっちに行かないですか。ああ、それすごい正しいです。そっちに届かないですか。大丈夫です。上にやってないと当たらないですね。上やってみようかな。俺なんか全然やったことないね、これ。まあ、レフープボール打ち。なんだ、俺一番うまいじゃん。翔和先生の打ち方は違う。あ、でも腕の回線ちゃんとできてるよ。綺麗綺麗。失礼しました。卒業テスト。フェードボールになりました、今。カットボールになりました。5度かぶってます。内緒。だいぶ、でもいいじゃないですかね。今ちょっと開き気味に当たってますけど。一度ぐらいかな。うん。球が変わった。いいと思いますよ、すごい。弾道も。ほとんどまっすぐ入ってるんで、当たり場所さえ間違えなければ。もう一回行きましょう。もう一回行きます。卒業試験行きます。練習の成功行きましょう。卒業試験行きます。一発勝負ですか。一発勝負です。緊張。もう一回行きましょう。卒業できない。ケースかぶっちゃいました。9度かぶっちゃいました。だいぶ良くなってる。だいぶ勉強になった。ね。手元なんですよ、若い子は。そう。こう、ここから来るんですよ、みんな。ね。みんなここから来る。僕、こうやって来てたの分かったんで、だいぶ勉強になりました。アスリートゴルフチャンネルの皆さんが使っている秘密兵器です。バターの秘密兵器。この間を通して打つといいよって。そして、ターゲットをあまり気にするなというものだそうです。で、置く場所は、あの横にもあのスライスもフックもしないゼロラインと言われるところで、まっすぐのところに置くらしいです。うまくなった。ほら、
回線が凱旋したわ。スーパーティーショット。お疲れ様です。今日は55、52と昨日よりスコアは悪かったんですが、ショットがめちゃくちゃ良くなったと思っています。先生に教えてもらったひざ立ち打ちや、フレーループを使った練習に何の意味があるんだとすごい反感を持ちながらやっていたんですが、その後内旋と外旋と教えてもらって、肘の回旋だというふうに教えてもらって、マジでと思ってやってみたら、めちゃくちゃスイングが良くなってきて、ドライバーの球の質も良くなってきて、やっぱり信じなくてはいけないという気持ちに改めてなりました。今回習ったイメージを、今年の冬までずっと固めるということがとても重要だと思ってますので、まだまだ37歳、ですが、人は変われるということを、身に持って頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。